ネクスジェンは、かつて存在した民間の半導体企業であり、X86 マイクロプロセッサーを設計していた。1996年に、AMD によって買収された。競合するサイリックスと同じように、ネクスジェンは、ファブレスの設計会社であり、設計したチップの製造は外部に依存していた。ネクスジェンのチップは、IBM のマイクロエレクトロニクス部門によって、製造された。 ネクスジェンはそのプロセッサでの X86 アーキテクチャの独特な実装で有名であった。ネクスジェンの CPU は同じ時期に X86 命令に基づいて設計された他のプロセッサと大きく異なった設計であった。ネクスジェンのプロセッサは伝統的なシスクベースの X86 アーキテクチャを内部のリスクベースのアーキテクチャで動作させるために コードを翻訳する。このアーキテクチャは、K6 のような後の AMD のチップでも使われた。今日の多くの X86 プロセッサは、ネクスジェのプロセッサで使われたような、ハイブリッド型アーキテクチャで実装されている。ネクスジェンは1986年に、コンパック、株式会社アスキー、クライナーパーキンス・コーフィールドバイヤーズの出資により創業した。 最初の設計は8386世代のプロセッサを目標に定めた。しかし、設計は巨大で複雑なものとなり、実装は一つのチップではなく八つのチップが必要であった。これが準備できる頃には、プロセッサ業界は8486世代に移行していた。NEXGEN NX586 プロセッサネ NEXGEN NX587 不動小数点演算装置第2の設計である NX586CPU は1994年に発表された。この NX586P80 と NX586P90 はインテルの Pentium との直接の競合に挑戦した最初の CPU である。当時の AMD やサイリッ i x による競合チップと異なり、 NX586 は Pentium や他の Intel のチップとピン互換でなかった。NEXGEN 独自の NXVL に基づくマザーボードとチップセットが必要であった。NEXGEN は VLBUS のマザーボードと PCI のマザーボードを NX586 チップ用に供給した。後に AMD や Silix から供給された Pentium クラスの CPU のように NX586 は同じクロックの Pentium よりも効率的に動作した。P80 は 75MHz で、P90 は 84MHz で動作した。NEXGEN にとって不幸なことに、これは初期のチップセットを使用した Pentium と比較した性能であった。インテルの最初のトリトンチップセットで行われた改善により、Pentium の性能は NX586 と比較して向上し、ネクスジェンは苦戦を強いられた。Pentium とは異なり、NX586 は数値演算、コプロセッサを搭載していなかった。オプションの NX587 がこの機能を提供した。後の NX586 では数値演算、コプロセッサはオンチップに統合された。 IBM のマルチチップモジュール技術を使用することで、NEXGEN は586と587の台を一つのパッケージに組み込んだ。旧製品と同じピン配列の新しい製品は、ープを内蔵しない NX586P100 と区別するために NX586FP100 として出荷された。NEXGEN を財務的に支持したコンパックは、 NX586 を採用する意向を発表した。製品カタログでも梱包箱からペンティアムを消し、代わりに586の名前を使用したが、ネクスジェンのチップを広く使用することはなかった。AMD の敬語が、性能と販売の計画を達成できなかった時に、AMD はネクスジェンを買収した。設計チームを得て、 NX586 の設計を引き継いだことが、商業的に成功した AMDK6 の基礎となった。http://www.cpu-info.com/.intex2 度と php、メイ2度イコール NX586& ページイコール5。ありがとうございます。